サンズ。サンズ。サンズ、そっか、サンズ生きてた。よう。忙しそうで何よりだな。お前に聞きたいことがある。救いようのない悪党でも、変われると思うか？僕のこと？努力さえすれば、誰でもいい人になれると思うか？思わない。思わないよ。まあいい。質問を変えよう。それ以上近づくと、心の底から後悔することになるぜ。え？仕方ないな。ごめんよ、おばさん。だから約束は嫌いなんだ。今日は素敵な日だ。花が咲いてる。小鳥たちもさえずってる。え、待って、サンズって戦うの初めてじゃない？こんな日には、お前みたいな奴は。嘘でしょ？そんなにいる？セリフ変わってる。マジで？俺は長田がのやり手だろ？え、マジでやんの？待って、え、ちょ、覚えられるか？ちょっと待って。いつも思ってたんだ。なんでみんな最初に必殺技を使わないんだろうって。イエーイ！マジか。うわやべやべやべやすぎやば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 すぎるやばすぎる。うわむずマジマッチョ。うわ犯した罪の。のしかかる。戦う。避けたんだけど。おとなしく食らうとでも思ったか。マジっすか。嘘でしょ。嘘でしょ。マッチョ。どうやって戦うの。やばい。それはまずい。うーわーお。なんで。攻撃を続けろってでも。
も言われてる。やばい、それはまずいです。ごめんなさいな。マジ攻撃を続ける？うわ、なんだこれ。うわー、マッチョ。あ、待ってください。うわー、むずい。マジこれクリアするのか。これかよ。これかよ。16時間使わせねえの。あー、動かないの。難しい。当たんないよ。時空に大規模な歪みが発生しているらしい。時間の流れがめちゃくちゃに飛んで止まってまた動いて。そして突然全てが終わりを迎えるんだ。飛びすぎた。ダメだもう。行ける未来が見えないけど。でもアンダインの時もそう思った。無理かな、もう僕にはって何度も思ったよ。サンズの動きに若干疲れが見え始めとる。ちょっと一歩進んだんじゃないか。でも、でも残り HP1 だけど、もっとすごいの多分あるけど、ちょっと、よし。1秒でも生き残れよ。お前にわからないんだよ。やべえ、これかよ。うわーくそーくそー。でも楽しい。こんな夢中になって何かを頑張るとかないからな。ゲームすごいよ。めっちゃ楽しいよ。やめらんないよ。ある日突然何の前触れもなく何もかもがリセットされる。それを知りながら生きていく気持ちなんて。なんでサンズは、え、な、サンズは記憶があんの？リセットされる、繰り返してるっていう記憶が残ってんの？だってもし戻れたってすぐにまたここへ戻されるんだろ。記憶を消されてさ。動いちゃったよ。やばい、やだー。くっそー、進んでんにゃ。よし、進んでるぞ。いける。ただ一つわかるのは、このあと何が起きるか知っている以上、もう何もしないで見ているわけにはいかないってことさ。飛ぶのは最後に。まだまだ長そう。あ、それはさておき。お前本当に武器を振り回すの好きだな。なに、なんか空気変わったんだけど。まあ、お前さっきは答えてくれなかったけど、俺にはわかるよ。お前の中には正義の心のかけらがある。正しいことを望んだ奴の記憶があるはずだ。なぜそれを？ひょっとして俺たち別の時間軸では。待って、それ言わないで。待って、それは言ってはいけないって。それダメだって。
あなたそのメンタルにダメージ入りました。もうこれやめてくれ、そんなこと言わないで。こんなのもうやめようぜ。そしたら、ここまで来たんだ。マジかい。逃げません。あ、一応行ってみただけだ。やめないよ。うわあ！くっそ！くっそー！あー！これランダム？え、ランダムね。さっきと違くなかった？ランダムじゃね？何度でも来ちゃうからな。何を言われても、はあ、頭いかれそうだ。うん、体中が痛い。
これ以上やるつもりならスペシャル攻撃、スペシャル攻撃まだやんの。いやなんなんスペシャル攻撃、マジちょっと待って、スペシャル攻撃までもう一回行きたい。まだイメージが湧いてないの、どういう感じ。もう16時間やってんで。ほんと？もうやってんのこんね？やってる？あはぁ。なんで。最初の被弾だよね。一生忘れられない二日間だな、これは。ちょ、湿布とか貼ろうかな。僕、湿布用意してあるんだよね、常に。目の前に。ホームパス、E。湿布貼るか。やばい、もう、ますます部活みたいになってきたな。やめないね。ここまでやってやめない。僕は UFO キャッチャーとかは、ああ、もう2000ヤポ入れたから今やめたら2000ヤカパーになっちゃうと思って取れるまでやるタイプだ。やべ。当たりたくない。後で発動するから、やばいやばいやばい。なんだ、注力か。とりあえず、それが嫌なら今のうちに死んだ方がいい。とりあえず攻撃確かに覚えないとだね。覚えゲーなんだから。できなくて当然。だって1だし。よーし。見るぞ。なるべく長く。30時間ぐらいかかるかな。成長が見られん。
正直1時までやろうかなって思ってたんですけど、ちょっとみんなを心配させすぎるのはね、よろしくないかなという、これは僕の判断ちょっと僕の判断で、一旦お風呂とか入ってメンタルもう一度リセットしてこようかな。あとちょっと個々のね、あの体調とかもね、もう元気って本人言ってるかもだけど、ちょっと気になったりもするし、また美味しい雑炊を作ろうかな。お料理うまいから、カナタさんお料理うまいことをみんな今日はちょっと覚えて帰ってほしい。やくやしいなゾンゾン、マジで絶対ね、クリアもね嫌やから、ちょっと頑張れからね。また攻略とかも見て、こそ連できたらしておきます。いやもうこの廊下も本当にね、死ぬほど見た、みんなとね、やはり21時間も配信してると疲れが見えたりもして、そんな中疲れながらもこの廊下、いろんな思いを込めて歩いてきたこの廊下、これが最後になりますように。トン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 、これはちょっとまだ上手にできないな。ここもね、落ち着いて、やばいやばい、それはやばい、それはやばい、マッチョやばいな、ちょっとやばいな、手汗がやばい。この攻撃を乗り切ったらスペシャル攻撃が炸裂。カナダさんを決意を力に変えるんだ。
悔しいなぁ。ダメだなぁ。決意を力に変えるんだ。カナタソもさすがに、さすがにもう、厳しい気がしてきたよ。諦めるな、カナタソ。頑張れ。もう、めちゃめちゃ素直な気持ち、厳しい気がしてきたよ。そう思った時こそ頑張るべき。11時から次の枠に行きたいと思います。それまでにちょっと伸びしたりとかして、ちょっと軽食ご飯食べたりとかして、またねちょっと挑んでいく。なるべく2月中に終わらせたいな。1時間で終わるかなっていう感じで、みんなありがとう。いや、もう練習だと思って、くそー、なんでなんだよ。
側か。外側か。いけるかな。退屈するだけだ。なんかもう退屈してきたんじゃないか。退屈したらお前はやめるだろう。やめないよ。楽しくないとこんな何十時間もできないよ。してるよ、お前みたいなやつのことは。決意が固いって言うんだろ。何があっても絶対に諦めようとしないんだ。頑張ったところでいいことなんて一つもないのにさ。そんなことないよ。そんなことない。そんな、やべ、僕のこと言われてるのかな、これ。それだけはっきり言われてもやめようとしない。確かにいいか悪いかなんて関係ない。そうだね、そうだよ。そうだね、できるってだけでやろうとする。なんで泣かせんの。鼻水が。もう泣きで泣かされてばっかなんですけど。まず死なないで。いや、いなくなんないでよ。ういよ。うわっ。うわやだ、もう。もうやめてよ。
死なないで。クリルビーズ大丈夫な？サズ大丈夫な？行っちゃった。パピルス、お前も腹減ってるか。パピルスはもう僕が殺したよ。チリリになった。はい、になった。